はい、輪島市の千枚田です。もう千枚田について多くを語る必要はないと思います。本来であれば多くの方が、ここに、この景色を、見に来る場所になります。県内外、そして、まあ、海外の方からも非常に人気のある観光スポットの一つです。で、見た目でいくと、真ん中のあたりに亀裂が入っているのが分かると思うんですが、その他にも、いろいろこの地震によって被害があったということで、この、まあ、千枚田を管理されている愛好会の一人であります出口さんに、お話伺いたいと思います。出口さん、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとこちらに来ていただいて、はい、あの見た目上、この千枚田、あのひびが入っているのが分かるんですが、はい、他にどんな今被害があるのが分かっているんですか。他にも、はい、あの普段湧き出てないような湧き水が溢れているところもありますし、はい、もっとひび割れもあるんですが、はい、さらにあの海岸が今隆起しているのが分かると思いますけど、はい、あのまあ、そういったことも影響して、はい、あの田んぼ自体がですね、海岸に近いところが、うん、あのなんていうかな、あの上からこう押されて、はい、下にこう2段も3段もですね、土手とあぜだけになっているというような、あの非常にこうちょっとずれたような形になってしまって、はい、真ん中がちょっと伸びたようなね、はい、だらっと伸びたようなか、結構下から動いてるんじゃないかなと心配してます、はい、ただあの本来であると5月から田植えの時期になってくると思うんですけれども、そうですね、5月上旬がだいたい田植えの時期なんですけど、はいですね、今年はどうなりそうなんですか。今年は、まあ、あの作れるようなあの田んぼを探して、うん、でまあ、補修できれば少しは1枚でも作ってみようかなという思いはあります、うん、はい、特にあの上の方なんですよね。上の方が割とあの広い田んぼありますけれども、はい、ありますね、それが傷んでないんで、はい、田植えができればなと、はい、また国道の上の方もですね、はい、道の上側ですね、はい、田植えできそうな感じがします。あ、なるほど、まあ、あと、まあ、これから歩いてみないと、歩いてみてっていうことなんですよね、はい、でも、はい、あの他の部分も直していくためには杭が必要だったり人の手が必要だったりもするんですよね。そうなんですね、うん、あの割れ目は結構広いところもあるんで、うん、そういうところを、うん、あの乾いた土を詰め込んで、うん、で締めて叩いてとか、うんうんうん、いろんなことをやらないといけないですね、はい、田んぼ自体もですね、1枚の長ら細い田んぼがこう下がったとこ上がったとことかいろいろ段差ができてるんですよ、うんうん、そうすると1枚が2枚になり3枚になるかもしれない。あ、なるほど、直し方によってはもう一回ちょっと千枚田の方見ていただきたいんですけど、もともと地滑りが起きやすい場所で、もともとの成り立ちとしてもその地滑りに合わせてこういった形に、まあ、先人たちが作っていったと、そういうことですね、ということですから、今回も、まあ、この、まあ、地震に負けずにこの形に合わせてまた新たな千枚田を作っていくと、はい、いうこと、まあ、そういうことになるかもしれませんね、その形に合わせていかないと、はい、まあ、それが逆に地滑りを防いでいる意味もあります、うん、そうなんですね、はいはいはい、じゃあちょっとポケットパークの方に移動していきたいんですけれども、はいはい、よろしくお願いします。あのこの辺り駐車場もかなり亀裂が入ってしまっているんですね、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、かなり大きな、亀裂も入っています。この辺りも本当に、うん、あの当時は孤立してしまった集落になるんですけれども、実は、ね、あの出口さんご自身も被災されて、はい、あの奥様と、長男のお二人を同時に、はい、まあ、失うということになったとお聞きしましたけれども、はい、あのまだ心の整理がなかなかつかない状況だと思うんですけど、それでもやっぱりこの千枚田を復活させようと思われて、はい、その思いっていうのはどういったところにあるんでしょうか。まあ、そうですね、はい、あの18年ぐらいになるんですけれども、うん、最初はあの田んぼに関わってきました、うん、まあ、それは私の小さい時からあの親の手伝いをしたりして、うん、こういう千枚田のような田んぼを作ってきたもんですから、まあ、その経験を、まあ、生かすという意味であの誘われまして、うん、千枚田に入って、はい、で今までやってきた中でやっぱり、愛着もあるし、やっぱり生きがいみたいな感じで、うん、やってきた
ところはありますね。家内はここに店が、はい、できた時に、ね、はいはい、リニューアルオープンしてこの、駐車場が大きくなったんですけれども、はい、はい、その時、まあ、いろいろと手伝ってもらったのがやっぱり大変助かりました。奥様がその時に、はい、今こちらポケットパークになるんですけれども、はい、ここをオープンしたのが平成の25年11月9日です、はい、ですかね。で、はい、その時に、はい、奥様もいろいろと手伝ってくださったと、はい、いうことなんですけれども、今回の地震で失ってしまうと、はい、あとは、はい、オーナー店のオーナーの産業がある時に、昼食作るのにおにぎりとか味噌汁とかね、そういうのも手伝ってもらったんで、結構2人でこう関わってきた面もあります、うんうん、はい、もちろんその長男さんもこの景色を大好きだった、ね、あ、そうですね、毎年必ず来るんですけど、うん、夏とそれからお正月には来ますけども、やっぱり千枚田見ていると思います、うん、はい、でそのまあ復活に欠かせないのがこちらのさ道の駅の千枚田になるんですけれども、はいはい、今まではそのお土産だったりとか、はい、まあ、イートインのスペースがあって、はい、軽食なんかも、取れるスペースだったんですけれども、はい、今日ちょうどその中の片付けをされていましたけれども、はい、今後はどういうふうに今していきたいっていうふうな思いなんですか今とりあえず、はい、まあ、とりあえずまあ、はい、あれですね、なんとか開業できるかどうか、うん、はい、そうしたいという思いが、はい、まあ、だんだんこう春が近づいてきたら強く、感じるようになってきましたね。ああ、そうですか、はい、ただ田植えをされる方も、はい、今避難されている方がたくさんいらっしゃるということで、はい、ここを、まあ、一時拠点のような形にとりあえずしたいっていう思いもあるんですよね。そうですね、はい、田んぼを直すにしても皆さん、うん、なかなか住める家がないんで、うん、やっぱりここで寝泊まりしないとできないような状況なんです、うん、やっぱりバラバラになっていて、金沢に馴染み地区は金沢におる人が、はい、たくさんいるもんですから、うん、そういう人たち愛好会の他にも募集をして、うん、皆さんに来ていただいて、なんとかこの田んぼを復興させれば、うん、またこれが地震で皆さん、今避難所で、まあ、苦しい思いをしながらおると思いますけれども、そういう人たちの心の復興にもつながって、うん、そしてまた、もう一度ふるさとに帰ろうかなという、そういう一つのシンボルになればいいかなって皆さんと話してるんですよ。あ、そうですか。愛好会の人たちもそうですし、まあ、この店でたま、ね、人らもそうなんですけど、はい、なんとか一人でも二人でも帰ってこれるように、今現在バラバラなんで、はい、そういう人たちが集まってくればまた元の賑わいにつながるかな、うん、そのためにもちょっと頑張らないといけないかなというふうに思っています。もう私たち県民も大好きなこの千枚田の景色なんですけれども、はい、遠く離れた私たちでも何かできることがあればと思うんですけれども、はい、何かありますかね、はい、クラウドファンディングとか、そういう話でも、はい、まあ、こうしてなんていうか放映していただくことが、やっぱり皆さんその千枚田っていうものに対するその思いもね、またもう一遍じゃあ行ってこうかな、 できれば今年のその復興している姿も、うん、見ていただければいいんですけれども、うん、まあ、なかなか住める状態にならないと、うん、輪島市内もそうですし、このまずは道路がね良くなればいいですよね、うん、はい、まだなかなか道路の状況が良くないということなんですけれども、はい、ね、やっぱり復興に向けて元に戻すにはお金も必要だということで、はい、クラウドファンディングも今行っていると、はいはい、なんとか目標額どうも超えたようです。はい、そうですか。はい、おかげさまで。まだでも続いている。はい、まだ続けます。続けるということですから、はいはい、参加することもできるということですね。はい、そうですね、はい。なんとかしたいと思います。そうですね。はい、ということです、佐藤さん。はい、出口さん、大変な時にご出演いただいてありがとうございます。
なかなか道路状況が悪かったり作業が進まなくてじれったい思いもあると思うんですが、地震を経てのこの千枚田を今後どういった存在にしていきたいと考えていらっしゃいますか。聞こえましたか。はい、すみません、地震を経て今後この千枚田どういう存在にしていきたいですか。そうですね、元の賑わいが戻れるように頑張っていくしかないかなと思いますけど、はい、そうですね、まあ、なかなかちょっと遠い道のりかもしれません、はい、少しずつということですね、はい、見通しはなかなか立ちませんけれど、うん、まずは1年というふうに見てますので、はい、その後どういうふうに変わるか、うん、はい、は見届けたいとは思います。私も年なんで、はい。